しかったおしゃれだわ。あら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 、歯磨いたし近くで寝てもいいよね。すげえ。前歯の裏はこうやってやる。ちょっと眠くなってきたんだけど、おやすみ。いいよ、やれよ。サンスターさんとのコラボ企画でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、サンスターさんの歯磨き粉、オーラ2プレミアムクレンジングペースト、毎日使う歯磨きに加えて週に1回使うだけで歯の着色汚れを落として歯を白くしてくれる集中美白ができるそうなんですよ。週1、週1なんだ。でこのコンパクトさもすごいですよね。思いました、ちっちゃいな、持ち歩けるね。だってうちだってずっと歯磨き持ち歩いてる。そうえ、だからうちにこの前夜電話したの、これ今歯磨きしてるからって言って電話切られたわけ。あ、そうそう。でその45分後ぐらいに電話しましたら、ごめんまだ歯磨きしてるから。マジで歯磨き大好きよ。俺仕置きしたくて。あ、ちょうどいいじゃないですか。ここ、あ、じゃあこれがスマホだすんじゃん、はい、ここをこうやって、俺ドライヤーしながら歯磨きしてる。忙しいな、お前。忙しいな。それ受験生だから思いついた。勉強してたの、そのままで。してないです。すごいよ。すごいじゃん。鏡を見てしますよね。確かに。スマホとかいじる。俺もそう、スマホいじる。あれ結構こまめに歯磨きします。ご飯食べて、お風呂入って、磨く感じです。普通じゃない。お風呂で磨くのって気持ちないですから。あ、わかる。お風呂の中でスースーする。スースーする。お風呂でも飲んじゃう。いける、いける。めっちゃ気持ちいいです。でも俺も普通から朝、夜で、あとはライブがあるときはライブ前とか。あ、そうね。あ、してた。でも結構スイッチになるんだよね。というわけで、はい、今回はこんな企画やりたいと思います。はい、題して、かっこいい歯磨き選手権。はい、かっこいいやつが立ちますから。次はかっこいいやつ。一人ずつ順番にここで歯磨きをしてもらいます。はい、で歯磨きし終わった後カメラに向かってアイドル決め顔でハッ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 ハミヤキもやってくれると。ね。ハミヤキもやります。よいしょ。山パパ。山パパ。はい。山パパ。うるさいな。こちらのハミヤキ粉は毎日使われて、こうやって週に1回使うだけで歯の着色汚れを落として歯を白くしてくれる。正しい歯ブラシの仕方が動画で見れます。行きます。上位。上位。あ、先輩、すみません。嫌な先輩。すみません。先輩、持て。待って、俺も歯磨きの仕方教えて。フェングリップ。ブラッシングは毛先が潰れるほどの力を入れてゴシゴシ磨く必要。うわ、ダメだ。やべー、やっちまってた。ずっとやってるもん。18年間ブラッシングが。おお、すごい。え、お前俺と同い年。優しく磨く。あ、俺誕生日早いから同い年。なんか最悪だ。じゃあ歯磨き使わない。使ってないし。使ってないですよ。関係ないからな。使わせてくれない。その俺さ、はい、ハンバーガー食べてていい？俺も食べながらやってるよ。食った食ったのに。いただきます。ハンバーグ。はい、最強のやつ。おい、それじゃんけん。やばい、俺一番いいよ。じゃあ俺先輩譲ります。いや、じゃんけんしようよ。ハンバーガーください。え、本当にいいっすか？やろうじゃん。最初はグー、じゃんけんぽい、ショー。やる、勝っちゃった。じゃあ、ひやまくんのものだ、ポケットサンド。お前譲ってやるよ。じゃあ、ハンバーグあげるよ。いい、全然いい。俺、寿司が食べたい。え、何それ、マジないわ。いいの？だから、いいと寿司が食べたい。やばい、こいつ、野菜きます。そして、俺がなんかわがままみたいでやばい。吸い込み室ねえんだ。勝手に仕掛けて、全員巻き込んで。いただきます。結局、これが食べたい。いただきます。あと、後で一緒に見ながらでしょ。歯を見ながら。見ながら。見ながら。うん。どうなの？うまっ！あ、半熟なんだ、卵。早いな、ハンバーガー。そういう時は歯磨きをしよう。やかましいわ。ちゃんと歯に挟まってる。檜山のみんなと歯磨きたいって。あの、見てあげてよ。すごいね、何あいつみたいな顔に見えたけど。だって普通に考えたら
らおかしいもん。みんなで歯磨きたいって言ってる高校2年生。確かに。かわいい。え、言うよ。一見30歳に見えるのに。やめろ。どこまで俺それいじられるの。普通に俺も行きたいです。なんでしょう。ああ、いいよ。じゃあいいの、俺と家は2人きりにして、お前ら。で、よし。何？おトイレ行ってきます。失礼します。おトイレのとこ言うけ。言わなくて。言わないよね。ああ、そう。本編ここじゃないでしょ。うん、あー、すなびくちゃーすっくれただいまー、あれも動画見てるよ見ましょう。マジで、あ、ほいこれらの磨き方を参考に自分に合うよう工夫して上手に磨いてくださいね。はい、はい、ブラッシング法でした。おはようございます。ありがとう。もういや、歯茎の状態によっては。はい、よくなりたい。もうね、あ、もう見てるから、見えないやないから、動画。いや、これは、迷子の裏は、こうやってやるんで。だって、かねさんも。だから、100円くらいで100円いかねえから。おい、見て。おい、100円くらいじゃないです。おい、お前の方がどこや。そんなのやばいよ。あ、かっこいいから、やってやろ、ちょっと練習。どうで、かっこいい練習じゃない。見上げてなんだろうな。マジで1位になんないと今日俺もう俺も欲しい。マジで。つまり芸能人といえばね、歯は結構白いと印象がいいっすよね。やっぱ歯並びが気になるもんね。そう、歯並びはじゃないっすよ。それは関係ない。何人なしがいます。ずっと愛用してる人がいます。歯磨きしないんですか。食べたのに。待って、食べします。あとでね、してたいと思うね。キャンプ黙々と練習してる。ずるい。うわ、ちゃっかりずるいな。本気で狙いに来ちゃうわ。くそ、いや、こういうわけ狙いやがんな。何よりもあれだよ、一言考えてもらうんだよ。あ、ちょっと、あ、当たりかけた。ちょっと眠くなってきたんだけど。おやすみ。お腹いっぱいで眠くなってきちゃった。なんか子供かよ。おお、すごいでしょ。いい。違うの。どっちがキスした方いい匂いになるのかな。どっちもいい匂いだった。こっちすごい匂いするんですよ。これかすごいですね。かっこいい人とか一言で言うか、かっこいい歯の磨き方ってどういうこと。ちょっとおもろくても受ければそれが立ち。いや、それはそれで難易度高くね。意外となんか本当にあの変なものを作った人の方が。コウキ君は攻めるんですか。一番怖いのは全員攻めなくなるから怖いわけ。まあコウキ君はアンパイ行きやがるこいつ。ああ、ずるい。どこかしら。で、俺みたいな何か。確かにコウキ君はアンパイ行った方がいいじゃん。アンパイ。キャラ会議っていうカメラが回ってる前じゃ普通やらないやつ。まあじゃあ一人でキャラのバランを固定していこうか。じゃあ。いや、曲がってんねん。曲がってんねん。じゃあ確定。かっけえセリフか。あー、かっけーセリフか。アイドルらしい一言だよ。え、ね、増えてみました。うん、アイドルらしい一言。アイドル決め顔で、アイドルらしい一言。スーパースカーケットやるとか。スーパースカーケットやつは。スーパースカーケットやつは。コントマンまで。はい、はい、はい。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ということで、あ、やば、怖っ。ということで、今、歯磨きをしていただいたのですが、もっとリアルな皆さんを見たい、その皆さんを見たい
ということで、先ほどの楽屋の一部始終をサンスターさんに見ていただきました。あ、見てた。やべえ。その様子から優勝者を決めたいと思います。今の決め台詞は、今の決め台詞は、特に関係ありません。めっちゃ嘘でしょ。恥ずかしいよそれ。怖っ、怖い怖い怖い。楽屋で俺何話してたっけ。記憶ないよ。全然なんか記憶ないよ。いや、お願い、マジで頑張っててくれよ。いや、俺も頑張っててくれ。ちょ、覚えてないけど、過去の自分覚えてないけど、何してたマジで。それでは、見ていただいていましたサンスターさんにですね、判定をお願いしたいと思います。では、お願いします。お願いします。お願いします。うわー、いやでもまさか本当にあれが取られてるとは、取られてるとは。シンプルに嬉しいよ。嬉しいよ、本当に。単純に今までの歯磨きがお上手だったと。そうですよね。ちょっと動画見てやりましたやつ、はい、前歯の裏の磨き方、びっくり。いや、ありがとう思ってますから、本当に。でもさ、本当にさ、みんなで喋ってる一人、ヒヨがソファーでやってた。ヒヨがまたついてた、一人歯磨いて。俺めっちゃ突っ込んでし、何一人でやってた。逆にね、俺磨いてないんじゃないかな。いや、だってずっと歯磨いてた。ってことはもう先行外じゃん。というわけで、皆さんも一緒に僕たちと一緒に美白目指していきましょう。はい、というわけで、以上、ショーレンジでした。あ、匂い、お、爽やかな香り。いや、歯磨きしながらだと何言ってるか。爽やかな香りが、爽やかな香り。お、お、締めに入りましたね。くるよくるよ。締めって言い方だ。お、来た。はい、歯磨きおしまい。寝ようかじゃん。え、一緒にに決まってんじゃん。かっこいい。一緒に寝ようってことか。いいですか。夜ね、いいですね。僕、夜に歯磨きしてそのまま寝るっていうルーティンがあるんで、はい、眠い。これあんまりあのつけないのがポイントですね。あ、わかりました。持ち方おしゃれとめたわ。うめえへん、うめえへん。いい、持ち方自分のでいいです。わっ、お、準備できたよ。早く行くよ。おー、いいっすね。行くよ、行くよ。いや、俺結構好きじゃないですか。いいです。あ、朝でしょ。そう、朝、朝。え、時間ないんでしょ。そう、時間ないんでしょ。時間なくて、もう、早く行くよ。え、結構好きかもしれない。ありがとう、お疲れ様。いただきます。いや、ちょっと待ってください。食べる、食べる。やっぱ学校で、学校の昼食べた後、うん、お昼休みね。そうそうそう。次の授業なんだっけ。次の授業はね、情報だって。情報か、情報か。あ、もう一回入ってますよね。だから喋ってること。次の授業なんだっけ。あ、情報か。情報好きなの。あれ、次の違うなんだっけ。情報か、頭悪い。移動教室だね。ちょっと、教室まで一緒に行こう。おいおい、学生が集まる。やっぱ、リアル DK 出したらなって。やったことあります、学校で。ないです。あ、前歯から磨くハウスなの。俺、上の歯から。俺、左奥下歯。歯俺、どこだろう。でも、俺、どこだろう。あれ、考えてます。考えてる。いやいや、俺が入る暇ねえなと思いながら。俺会話盛り上がっちゃった。ああ、俺はこれ誰も向いてくんねえんだ。ああ、お、お、仕上げはお母さん。お母さん。じゃあ全然わかんない。お前は誰だ。じゃあ
どの立場？いいですか？いいですか？お母さんと一緒のワンコーナーだよね。そう。そんなにさ困らんでもよくない？アナミンは朝あのやっぱ川山くんなんだ。ああそうそう、ね。この花子ボーイ。なんだ花子？ええ。ええじゃないけど。花ないんか。あおはよう。あ歯磨きついてるここ。こうこうこう。あおっちょこちょで可愛いな。うれキュンの方で来た。キュンキュンの方で来た。あれ来なきゃいけない。どうよ。えちなみにその拭いて拭いたやつどうしたんですか。誰だ。あー歯磨きそれはそれはどうだ起きないようにはいお左お右いったーペイントがやられたぞすぐにギアも出ちゃったギアも出ちゃったあこれやってまーすおきた最後だよ檜山待ちに待ちましたよし久々のお泊まりだねでも俺んちさベッド変わっちゃって今シングルベッドなんだけど歯磨いたし近くで寝てもいいよねお泊まりだったお泊まりだった俺と設定かぶせてくるんじゃないよふざけてくるかなと思ったら思って俺結構ドストレートに行ったらみんなドストレートだから結構あのみんな頑張らせたわけになっちゃったなんか俺のバチガメみたいになっちゃったけど大丈夫大丈夫いやまあそれがとってもらうんですねでもよかったんじゃないですかうんはい、いやでもさ歯磨きして俺本当に今眠いの